昔あるところに、キュウスケとブー太郎という二人の子供が住んでいました。ブーっと太ったブー太郎、ひょろひょろっとしたキュウスケ、でも二人はとっても仲良しで、いつも一緒に遊んでいました。よく晴れたある秋の日のこと、二人は近くのコンコン山に遊びに行くことにしました。曲がりくねった山道をどんどん登ってきますと、お山の中腹あたりに大きな柿の木がありました。遠くから見るともう一つも実はないように見えましたが、近寄ってよく見るとどうでしょう、木のてっぺん付近に真っ赤に熟した大きな柿が一つだけなっているではありませんか。キュウスケは、こいつなんてうまそうな柿なんだ、どれ早速取って食べようと木によじ登ろうとしました。するとブー太郎が慌ててキュウスケの足を引っ張りながら言いました。おいおい、あれ俺が先に見つけたんだから、あれはおいらのもんだぞ。キュウスケは負けずに、何言ってんだい、俺のが先だい。とうとう二人は言い争い、ついには我先に木によじ登ろうとしました。するとどうでしょう、熟しきっていた赤い柿はたまらずにピューと地面に落ちて潰れてしまいました。二人はあっけに取られて見つめ合い、その場にヘナヘナっと座り込んでしまいました。そしてやっと二人のために簡単な、でもとっても大事なことに気がついたのでした。赤い柿は教えてくれた、二人の共に大切なもの、赤い柿は来年。